大分市で今日から始まったサイクルエキスポには、海外のスポーツブランドなど40ブランドが出展し、およそ150台の自転車が並んでいます。自転車の魅力を体感できるこのイベントは、今年で5回目の開催で、会場には電動アシスト自転車や子ども用バイクなどの試乗コーナーも設けられています。有名ブランドの自転車にも試乗できるとあって、愛好家や家族連れなどが訪れています。楽しかった。本当趣味で乗ってるだけなんですけど、普段体験できないような、まあ、いい自転車ばっかりなんで楽しいです。いろんなジャンルの、ね、自転車がもう本当にそう結集してますんで、まず、見て触れて楽しんでいただきたいなと思います。サイクルエキスポは明日まで2日間、大分市のお部屋ラボ祝祭の広場で開かれています。